今回は松永久秀の子孫を紹介します。松永久秀は戦国時代から安土桃山時代の武将で戦国大名です。織田信長に仕え二度も裏切ったのにもかかわらず許された珍しい人間です。比喩的な存在で常人では一つずつなせないことを三つもなした男として織田信長の評価は高かったようです。そんな松永久秀の子孫が太田光代さんです。旧姓松永光代さんです。爆笑問題太田光さんの妻で芸能事務所の代表です。そんな武将の遺伝子を引き継いでいるから社長として手腕を振るってるんですね。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。